こんにちは、獣医師の稲垣です。今回はですね、ワンちゃん猫ちゃんの歯磨きグッズを紹介していこうと思うんですけれども、身近でね買える歯磨きグッズっていうことで、いろいろちょっと試しに買ってみました。近くのねドラッグストアで売っているようなワンちゃん猫ちゃんの歯ブラシになるようなものをちょっと買ってきましたので、紹介して、実際にね使ってどれが一番使いやすかったかっていうのを今日ご紹介していきたいかなと思っています。皆さんですね、ワンちゃん猫ちゃんの歯磨きされてますでしょうか？なかなかねしていない、やったことないっていう方も多いんじゃないかと思うんですね。で、どんなものを使ったらいいかもわからない方も多いんじゃないかと思うんです。近くにねペットショップなどもなくて、ネットで買うにもたくさんあってよくわからないという方も多いのではと思いまして、近くのねドラッグストアであるものであれば、身近でね買えるので、ちょっとやってみようかなと思い、腰が上がるのかなと思いまして、今日はこんな動画を撮ってみてます。まずはね歯磨きをやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。今日はねスタッフ猫のモナカちゃんにまた協力してもらっています。それではですね、早速身近なドラッグストアで買える歯磨きグッズをね今日買ってきたので、見ていきたいかなと思います。それを紹介しながらね、どれが一番使いやすいかちょっと見ていきましょう。今日買ったものはですねこちらです。こちらが歯磨きジェル。これはねこの1種類しかなかったので、ワンちゃん猫ちゃん用の歯磨きジェル、ライオンのものですね。なので歯磨き粉は1種類だけ。これはね678円でした。で、歯ブラシに関して4種類ありますので、一個一個ちょっと見ていきましょうね。これはね同じライオンで、なんかこう一番使いやすそうで一番マイルドかなと思ったやつが、この波型フィンガー歯ブラシっていうものですね。これはね468円でした。指にねこうつけて何回でもね洗って繰り返し使えるっていうような歯ブラシですね。こういった歯ブラシでも、ここがラバーブラシになっているような歯ブラシもありました。アースペットのエブリデント初めて歯ブラシっていうので、これは448円でしたね。歯磨きがワンちゃん猫ちゃん用だとこれしかなかったので、歯ブラシタイプのものが欲しくてですね、これはね人間用の子供用乳児用のところからね選んできました。こういう360度のねものタイプのもの、これネットで歯磨きワンちゃん猫ちゃん用でもこういうの売ってますよね。こういうものがいいのか、こういったタイプのものがいいのかで、こっちはね298円で、柔らかめのヘッドで、小さいこういうね 0.5 歳以上っていうものは、これね68円でした。すごい安いです。で、歯ブラシの中でも子供の歯ブラシで、こういうヘッドがまず小さいっていうことと、ここのブラシがこう短めっていうものを基準にして選んできました。あとこの毛がいっぱい生えていて柔らかいってやつね。じゃあ早速ね一番マイルドな、ものからねやってみましょう。値段に関してはねドラッグストアによって違うと思いますので、参考程度に聞いていただけたらと思います。歯磨きジェルをねちょっと使ってみたいと思います。まあ、歯磨きジェルは使っても使わなくてもどちらでもいいんですが、使った方がコーティングができていいと思いますね。こういう歯磨きジェルって後ろにも書いてありますけど、こういったこうコーティング剤だったりが入ってるので、歯垢のね沈着を付きにくくするような効果がありますね。これは洗い流さなくていいタイプで、飲み込んでも大丈夫だっていうことなんで、このまんま使っていきたいと思います。匂いもそんなに激しい匂いじゃないですね。一応使うときは猫ちゃんにも嗅いでもらって、うってならなければ OK ですね。一番ねマイルドそうな、使いやすそうなものから使ってみましょう。この波型のフィンガー歯ブラシです。結構2本入ってる、結構厚っこい感じで、こう指にはめて、でここでこう押さえるらしいですね。こう指にはめて押さえて、ここで磨いていくっていうような感じ。ではモナカちゃんの歯を見せてください。モナカさんの歯はこんな感じですね。こんな感じなので、こういう風に撫でるような感じですね。なるほど。奥歯がねここにあるので、奥歯もふって歯茎と歯のねこうキワキワをこうちょっと擦るような感じですね。こうやって
モナカさんいい子だね。歯石がねついてますよね、モナカさんね。こんな感じで、このね茶色いところがね歯石なんですよ、これね。でちょうどこの歯茎のところがやっぱりちょっと歯肉炎になってますね。うん、こうやってこう撫でていく感じ。ちょっと分厚いですねこれね。使ってみるとちょっと分厚い感じ。でもやれなくはないですね。こんな感じでした。なるほどね。ちょっと厚っこいかな。じゃあ次はですね、こういう初めてブラシ、これでやってみましょう。これも指にはめてここで持つような感じですね。これはすごい噛んじゃう、噛まれるタイプの子なんですかね。指を噛んでくる子とかだったら安全ですね。ワンちゃんの場合も一度匂いは嗅いでもらって、打ってならないこと確かめてからやるといいですね。ちょっとジェルをつけてやってみましょうか。いいですか。優しい力でね、こする分にはなんか良さそうではありますね。なんかこのブラシがね結構なんだ粗いので、なんか磨いてる感じがあんまりしないですね。あ、でもガジガジ噛む子は指が安全だと思います、こんなに硬いと。続いてですね、こういう360度毛が生えているタイプの歯ブラシ、どこ使ってもこう磨きやすいっていうようなタイプなんですけど、実際ね私使ったことないのでちょっとやってみますね。歯磨き粉ちょっと連れて、磨いてる感じするわ。なんか磨けてる感じするけど、このヘッドがこれ人間用だからかもしれないんですけど、あ、でもここで当てられるから悪くないかもしれない。結構このキワキワを磨けてる感じがしますね。前歯とかはすごい磨きやすいですね。奥歯もこの端っこを使えば磨きやすいかも。この角っこをこんな感じで、うん、なるほど、はい、いいですね。ガジガジ噛まれてもちょうどこのブラシを噛んでくれれば、それで結構歯垢が取れるかもしれないですね。ここにですね、こちらの人間用の歯ブラシのちっちゃいタイプのものね。これね、やっぱりこういうタイプが一番良さそうだな。これ奥歯までいけますね。で、ついでに言うと下の歯もちょっとこの隙間から狙っていけますね。いい感じ。さあこんな感じでね、4本の、歯ブラシのタイプの、こういうフィンガータイプのもの、こう指にはめてやるこう歯磨きのタイプと、これもね指にはめるタイプのやつ、あとは360度毛が生えてるタイプと普通の歯磨きタイプのもの、どれが一番使いやすかったか、私が勝手に判断するとやっぱりこのタイプですね。これ一番ヘッドが小さくて、小さな口のね猫ちゃんでも入りやすいのと、まあ、小型犬のワンちゃんでも入りやすいと思います。このヘッドの小ささと、この毛が短めのタイプのもので、毛が密集して生えているもので柔らかいタイプのものを選んでみてください。こういうタイプのは使いやすいと思います。これね値段も68円だし、めちゃくちゃいいですね。こういうタイプがおすすめです。もしどんなものを使ってね歯磨きしたらいいかわからないっていう方、もしよければこういったタイプのものを買って挑戦してみてはいかがでしょうか。で、歯磨きね、こういうブラシがいきなり口の中突っ込まれると嫌な子も多いので、まずはねガーゼみたいなタイプのものでもいいですからね。
初級編ということで歯磨きの動画も上がっていますので、一度もやったことがない方、ブラシではなくてガーゼとかでまず始めてみたい、口も触らせてくれないみたいな方はまずそちらの動画を見てみてください。それではもなかちゃん、よく頑張ってくれました。ご視聴ありがとうございました。